あ、ほら、あれにも出てる。思い出に変わる君。ああ、翔吾は知ってるわけないか。嘘嘘。だってその時間帯って裏番組がタモリだよ。あ、ちょうど今晩10時だ。翔吾くん、ありがとう。場面と一緒にエンディングなんか来ないよ。感動のクライマックスを超えても続いていくのが現実の物語。その先は何もない。ただ絶望に向かって進むだけ。翔吾くん、覚えてる？希望の物語。ミフが話した犬の物語、覚えてる？じゃあ、ケンは？終焉に向かって。ミフの本棚にはね、童話とか絵本とかたくさんあるんだ。その中にその犬の物語を書いた作家の別の作品があるの。私はそっちの方が真実を描いていると思う。おじい
さんの物語。楽しいことも、怒りも、何も起こらない話。ただ、静かに淡々と、命と時間の非常さを見つめてるだけ。ううん、悲しいなんてものじゃないよ。どうして同じ作家がこんなにも辛い、厳しいものを書いたんだろうって考えて、私、ドキリとした。思ったんだ。こっちの方が、私とミフの、現実の物語だって。ミフが、幸せになれないなら、私がずっとそばにいる。おばあちゃんになったって、ずっとずっとミフのそばにいるよ。私たちはね、きっとあんな風に世界に取り残されて二人ぼっちで終わるんだと思う。翔吾くん、翔吾くんは私たちにとってただ通り過ぎていくだけの人かもしれないね。みんなに見られて、翔吾くん恥ずかしいでしょ。ごめんね。ここ、翔吾くん、ミフ、ここ空いてる。一人分の空き席ならすぐ見つけられるよ。お姉ちゃん、ごめんね、翔吾くん。だって、翔吾くん、きりで来たかったんじゃない？そう？
必死に走っていくところ。そうそう、でもローラはすぐに気がつかなくて、分かった時にはもうドアが。いや、いらっしゃい。ショウゴ先輩、ネオちゃん。こんにちは。見てないっす。バイトでしょ。なのかね。そうだよ、また連絡来るかもしれないよ。最近はぱったりと来ないよ。
理論だな。とにかく、シンさん、諦めないで。元気出してね。ネオちゃん、ありがとう。何？お姉ちゃんひどいよ。そんな大事なことを黙ってるなんて。ここでマグロさんに聞いたよ。ケンが行方不明になってること、どうしてお姉ちゃん一言も教えてくれなかったんだよ。だってショウゴくん